3日、パリ五輪ボクシング女子66キロ級準々決勝性別をめぐる問題が議論を呼んでいるアルジェリアのイマネ・ヘリフがハンガリーのアンナルツァ・ハモリニ5-0で判定勝ちし、銅メダル以上を確定させ、母国に今大会初のメダルをもたらした。2022年の世界選手権でヘリフと対戦したアイルランドの元世界女王、エイミー・ブロードハーストが3日、自身の SNS でヘリフの試合直後の映像を添付して、 彼女がどんな思いをしているのか想像もつかない。世間は彼女を破滅させようとしている。顔を上げて、チャンプ、と激励した。ブロードハーストは今回の議論が巻き起こってから自身の SNS で22年の世界選手権でヘリフとフェースオフした時の写真をアップ。この24時間に事実も証拠もなく、この人が受けたいじめはとても間違っている。もし自分の子供がこのような目にあったら、 あなたならどうするか心に留めておいてほしい事実を待ち結果が明らかになってから意見を述べればいいいじめは止めなさいとヘリフをかばうメッセージを発信しているヘリフをめぐっては過去に国際ボクシング協会 IVA が昨年の世界選手権で性別的核検査で不合格としたいきさつがあり今大会2回戦で対戦し 開始46秒で棄権した相手のイタリア人選手の陣営がヘリフの女性とする性別への疑義を主張。同国のメローニ首相も、公平ではなかった、とコメントする事態に発展していた。その後、国際オリンピック委員会、IOC のバッハ会長が3日の会見で、ヘリフは女性として生まれ育ち、パスポートも女性と記されている。何年も女性として大会に参加してきた。 と疑念を打ち消したと報じられていた。